ありがとうございます。明日ゆっくり寝てください、ほんまにね。また明日、また楽しみにします。ありがとうございます。楽しみにしてます。ありがとうございます。それでホテルの名前何やったかなって。ホテル、こっち、ホテルまっすぐだよ。まっすぐやな。いやいやいや、次行きましょう、次行きましょう。めっちゃぶっちゃやね。すげえ、このとこいいやんやん。はい、では次で、はい、こんな感じで2軒目、あ、はるみさん合流しましたね、はるみさん合流しまして、はい、そんな感じで、はい、2軒目、あの、焼き鳥の皮が食いて、とりあえず、福岡らしい、あの、皮が俺大好き、俺、福岡の飯、俺、福岡の飯大好きなんだよね、俺ね、皮が食いていう話です、次、どこ行こうかなという話ですね。はい、セガノちゃんどこですか、これ串焼き、これ焼き鳥の人形じゃん、串焼き、これ。これはね、串焼き。あ、これ刺身。とりあえず7人かなんか入れる感じが。あるよ、あある。あある？あるよ。あ、これ行きます？あるよ。7人入ります？何人？何やだ？1、2、3、4、5、6、7、7人。7人います？あ、そこもある。あ、あります？あ、よくあるな、お前。もうな、石投げたら当たんなんどこでもよかった。うまい、うまいかどうかわからんけど、これ美味しそうね。あ、いいじゃないの、これ。あ、ない、あ、いけるんですか、あ、いけるんですか、あ、じゃあ、こいつ。はい、次、二次会、なんかね、美味しい焼き鳥屋と餃子屋来ました。あ、じゃあ、お疲れ様です。お疲れ様です。はーい。楽しいな。ありがとうございます。うまいですね。うまい。2軒目でもうまいな、ビール、ほんまマジで。じゃあ次ね、これ焼き鳥の皮、俺大好きなんですよ、焼き鳥の皮ね。めっちゃ焼くし、ありがとうございます。これね、なんこれ皮を巻くんですね。そうそう、時間がかかるんですよ、これね。あ、そうなの。めっちゃ、全然違うよ、大阪の皮と。違う、食べよう。大阪の皮と逆にどんな皮なの。いやいや、あれはさ、レディーこっちは地元の人やから、ダガも食べてダガ、地元の人やから、わかるやろ、ミーみたいな。あの、やわら、あの、パリパリじゃない、皮じゃない。そうそう、耳みたいな感じでしょ。めっちゃ美味しい。あなたもレビュー、レビューじゃん。いや、なんで、なんで、なんで福岡人がレビューするの。どうぞ、食べてどうぞ。俺もするから。うん、食ってくるから。どんな感じしますけど。キリン。大丈夫だよ。美味しい。美味しい。美味しいでしょ。どうぞ、感想どうぞ。福岡だから。福岡、でも最近大阪も真似しだしてんねん。関西の焼き鳥でもこれの真似しだしてきてる。しょっぱい、しょっぱい。キャベツ中和しながら。うわ、もうそういうことだ。はい、2軒目ね、鉄板餃子となんか飲んで、なんか結構乗って楽しんで、次ね、帰ります。何時か、あー、何時か、あー、10時45分か。明日が5時出発やから、4時や、10時だったら1、2、あ、5時間寝れますね。5時間寝れたら大丈夫、5時間寝れたら大丈夫ですね。なんかね、僕らの、なんやろ、多分40代、50代からずっと1時間、2時間睡眠でペロペロの状態で働けて、こう無茶な状態があったんですけど、今は僕絶対無理なんですけどね。今はもう、まあ、歳も取ってるし、あれですけど、立場的にもあれですけど、でもまあまあ、5時間睡眠で寝れてる方ですよね。この、まあ、そんなベロベロじゃないし、めっちゃベロベロの状態で、なんかあるじゃないですか。ね、多分その、ね、酒飲んで当たり前やろみたいな事態を生き延びた僕らの、評価規制だよってわかると思うんですけど、ね、まあ、それじゃないんでね、5時間寝れたら大丈夫でしょう。いいところでね、はい、おやすみしたいと思います。はい。